桜の記憶。ストーリー、佐藤義弘。出演、遠藤守也。桜には死のイメージがある。散り際の潔さから来てるのだと思うが、パッと咲いてパッと散るあの短さが人生を連想させるのかもしれない。そのせいか、時代劇だと切腹する武士の後ろに花びらが舞っていたり、特攻する若い兵士が同期の桜なんて歌ってたりする。美しさと儚さが好きな日本人は多いようで、雪月花の花は桜のことだと思う。雪も月も花も一瞬で風景を変える力があって、一瞬でそれが消えてしまうものでもある。そういう現実であって現実じゃないようなものが心に響くんだろうなと思ったりする。3年前の春、昔の同級生が死んだ。そんなに頻繁に会うような間柄ではなかったが、年に数回集まって飲むような仲間が何人かいて、その中の一人だった。彼は一人暮らしで、もうすぐ定年を迎えるタイミングで会社を辞め、海のそばに引っ越していた。明るくていいやつだが、一人で突っ走ってしまうところもある典型的な B 型の一人っ子で、こっから先は好きなカメラで写真撮って生きてく、なんて言っていた。結婚していたが、とうの昔に別れていて、気楽なもんだという顔をしていたが、その実すごく寂しがり屋なのもみんな知っていた。そんな彼が死んだのを見つけたのは、例の飲み仲間だった。何度連絡を取ろうとしても返事がないので、これはおかしいと思った一人がマンションまで行ったのだ。その時の様子はリアルタイムで連絡が入っていて、返事がない、これはおかしい、管理人を呼ぶ、郵便物が溜まっている、やっぱりおかしい、警察を呼ぶ、そして部屋には彼が死んでいた。その経過を仲間たちは実況中継のように聞いていた。人の人生が長いのか短いのかわからないけど、散り際は誰にとってもきっと一瞬で、その前にあった楽しさも寂しさも消えてしまえば、あっという間に過去になる。結局彼のことは彼にしかわからないし、彼の人生がいいものであったと信じたいと思う。その後、気の利く仲間の一人が彼の元妻を探し出して連絡を取ることができた。そしてまだ籍が入ったままだったということを聞いた。桜が咲く季節になると、この顛末を思い出す。景色が桜色に染まると、現実なような現実じゃないような、そんな世界に引き込まれそうになる。そして桜が散った後は、また急に風景が変わり、また一年記憶には蓋がされることになる。